国吉 TV の国吉です。国吉 TV 清水原純です。本日ご紹介する商品はこちら、はい、ミズノ腰部骨盤ベルトです。何ですかこれは。力仕事、はい、座り仕事、はい、そして腰を回旋するスポーツ、はい、辛いけど動きたいという方におすすめです。はい、ちなみに、はい、骨盤ベルトっていうのは何ですか。はい、こちらはあの骨盤の上にこのゴムバンドを巻くことによって、はい、骨盤が広がろうとするのを少しでも緩和させるために、このベルトを巻いて整える、はい、それが骨盤ベルトです。おい、ちなみに骨盤を緩んだままにしておくと神経の圧迫などによって負担が生じ、腰の悩みにつながります。こちらの骨盤ベルト、はい、3つの特徴があります。はい、1つ目は響きにくい、はい、こちら薄いので、はい、洋服の下にそのまま着用しても、はい、響きにくいです。はい、響きにくい、はい、なので薄いので、はい、日常生活であったりだとか、はい、仕事、車を運転している時にも、はい、楽に着用できます。なるほど、はい、2つ目は、はい、ずれにくい、ずれにくい、はい、二重ベルトを軽く引っ張るだけで、はい、背中の部分がぐっと集中されて、はい、驚きの固定力があります。はい、そして最後に3つ目、はい、妨げない、はい、こちら、はい、細幅で動きを妨げません、はい、安定感があるので、はい、すっと動きが楽になります。はい、ちなみに多くのサポーターは腰全体をがっちり固定してしまい日常の動きを妨げることがありました。しかしこの腰部骨盤ベルトは骨盤部分にピンポイントに働きかけるので、つけてない時と比較してわずか 4% しか動きを制限しません。ということで、ここからお客様の実際に使った声をご紹介します。まずはこちら、薄くてバレません、ぎっくり腰を2回患ったため再発予防を目的に購入しました。着用はとても簡単で、しかもがっちり固定してくれます。ベルトが薄いためスーツの中に巻いても誰にもバレないことですかね。ということで、お仕事にも使えているようです。続いて、何と言っても動きやすい、腰痛は仕事から長年の悩みです。一日装着していても腰の安定感が違います。しかも動きやすく、ストレスなしで使わせていただいております。続いて、ゴルフの必需品、ちょうどいいサイズで普段にもつけて快適ですよ。趣味も普段もしっかりとサポートしてくれます。事務作業が多く、ほとんど椅子に座った状態で仕事をしており、以前は数時間で腰が痛くなり姿勢も悪くなりがちでしたが、このベルトを使用して改善されたと思います、とのことです。以上、実際に使ったお客様からの声でした。そんな腰部骨盤ベルトですが、はい、今回はメッシュのものを、はい、我々は今持っているんですけども、はい、他にも通常バージョン、はい、幅広のサポート範囲の広がったワイドタイプ、はい、さらに動きの邪魔にならないスリムタイプなど、さまざまな種類がありますので、使用シーンによって使い分けられるのも魅力です。素晴らしい。腰に悩みを抱える方、ぜひこちらのミズノ腰部骨盤ベルト一度お試しあれー。